が始まります。クソ野郎の中のクソ野郎の話です。で、無気力と無関心と、あとね、なんだっけなと性欲がないってことじゃない。ちげえよお前バカおめえ、あとね、なんだっけな、無責任だろ。それだよそれ、すげえ三無主義、無気力、無関心、無責任。おい奇襲すんじゃねえ、そんなのと。こいつうざい、ジュンさんのことなんじゃないの。ジュンさんだ、ジュンさん。ロッキーだろおい、ロッキー。いやね、俺思うんすけど、俺たちみたいなのって化石みたいになるんじゃないですか、ね、はぁ。いや、今のね、若い奴らってのはみんな堅実的で、夢なんか持たずに将来のこと考えてるらしいっすよ。俺の股間も化石になっちゃう。おめえすごかったよな。東京に来て6年、あっという間だった。お前何やってんの。よっちゃん何やってんの。お前東京いたの。東京にいるんだよ。言えよお前。え、お前バンドまでやってるの。やってるよ。よっちゃん何やってんの。俺じゃーん、ういうわ、ちょっと社長、まあな、マジだよ。お前絶対売れるまでやれよ、待ってるからな。お前同級生が社長になってた。俺も頑張ろうと思う。はい、これあざーす。じゅんさん明日愛知帰るんですよね。うん、そうそう。あ、味噌カツまたお願いします。はい、いいよ。食い物ばっかだな。あれ遠回りしてね。え、遠回り。愛知県一宮市、この町で俺は生まれ育った。東京から約1時間半、当たり前のように新幹線に乗り、当たり前のように高い弁当を送った。おーい、これが俺のおかん。趣味は引っ越し、帰ってくると実家が変わっている。俺が3歳の時におかんは親父と離婚した。ある日突然家に帰ったらトルコ人がいた。2番目の親父だった。あの親父はどこに行ったんだろう。おかんはやっぱり引っ越しをしていた。こっちこっちこっち、早く早く早く。ああ早く。暗いね。うおー、すげえ。わかる？見て、何かが違うってわかる？あ、何？これでしょ。一緒一緒一緒。まあ荷物置いて置いて置いて、うん、お母さん早くご飯、お腹空いてるからご飯作ってくるから。うん、はい。おかんが子供の頃は悲惨なくらい貧乏だったらしい。
だから自分の子供には同じ思いをさせたくないってオカンはよく言っていた。テレビを見ていたオカンが何気なく言った言葉を今でも覚えている。自分の子供がこんな風になったら嬉しいなって。その視線の先には大観衆の前で歌うミュージシャンの姿があった。音楽さえやっていればおかんの喜ぶ顔が見れると思っていた。今の俺は音楽さえやっていれば夢さえ追っていれば全て許されると思うようになっていた。社長です。精神科医です。ジュンです。あ、え、あ、バンダマン、バンダマン。小指にリングしてんだ。うん。おい、ジュン歌えお前。あ、おいバンドマン歌え、盛り上げろよ。マジかよ。よっちゃん一緒に歌おうよ。得意なやつ歌えって。あいつバンドマンだからさ、絶対上手いって。いや俺踊っちゃおうかな。おいジュン。え、お前よしおスペシャル知ってる？知らない。すいませんでした。ちょ、よっちゃん恥ずかしいからやめてよ。マジで何が恥ずかしいんだよ。これやっときゃ間違いないから。これで社長になったの。え、お前誇り持ってバンドやれよ。よっちゃん帰んの？ああ。よっちゃんが大人に見えた。俺はいつ大人になれるんだろう。やばいな、かっけえな。ステージ、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 
おじゃん、どこ行くんだ。お疲れ様です。あ、お疲れ様。かっこよかったっす。あ、そう、ありがとう。だろ。はい、はあ、お前座れよかったな。大丈夫っす。かっこよかったです。はい。あ、ありがとうな。ありがとうございました。ああ。平井さんってさ、すっげえじゃん。すごいっすよね。俺に足りないもんってなんだろう。白井さんは生命力の塊みたいな人ですよね。ああ。生命力ね。お金が欲しい時だけおかんに電話をする。俺はとことんクソ野郎だ。マジっすか？めっちゃいいぞ。お前すげえいいな。お前ちょっとバンド名なんつうの？バンド名オンエッジ。オンエッジ。オンエッジか。お前いいよと思ってるよ。なんだっけバンド名、なんだっけ。オンエッジ。オンエッジか。いいぞ。あーめっちゃいいわ。お前すげえいいぞ。なあ、オンエッジいいぞ。お前今度一緒にやろうよ。きついっすね。白井さんはバイトを紹介してくれた。俺はもうニートじゃない。今までどうやって食ってたの？まあ、仕送りっすね。あ、そう。ダメだろ、仕送りは。俺さ、毎日仕送りしてくれって母ちゃんから電話かかってきて大変なんだわ。自分で働いてよ。自分の金でうまい飯食おうぜ。そうっすね。そうっすよね。俺の先輩の話なんだけどな。はい。好きな女と付き合うために何してたの？なんすかね。純ならどうする？いや、なんすかね。はい。どこで休憩してんだ。あっちで休憩しろ、あっちで。すいません。沖縄のさ、航空チケット先輩がまず彼女に渡したんだよな。で、沖縄に先輩が到着してさ、一緒に行ってデートしてさ、沖縄によ、爆竹鳴らしたら魚がキラキラ飛び跳ねるとこあんだってよ。それ見ながら告白したらオッケーだったんだよ。男はそういう男じゃなきゃダメなんだって。白井さんは沖縄行きの航空チケットを2枚買った。おいジュン。はい。
今日で男になる。はい。すいません。はい。ランちゃんいますか。ランちゃんですか。はい。ランちゃんいますか。ちょっと待ってください。あ、角刈り。あ、角刈りっす。長身。長身っす。あ、はいはい。オッケーです。あの、はい。ランちゃん辞めました。白井さんはキャバ嬢しか愛せない人だった。命の張り方もう無理だろう。お前いいよな。家は金持ちだしよ、顔もいいしよ、すぐ女なんてできんだろ。俺だって7年も彼女いないんだぜ。7年。なんだよこれ、なんだよこれ、なんだよこれよ。くそー、かっこ悪いな。俺は白井さんかっこいいと思いますよ。バカ野郎、何言ってんだよ。かっこいいわけねえじゃねえかよ。来たねー、よし、はい、集合。なんだよ、びっくりするね。白井さんとこと対バン決まったって。え、マジで。口くせーよー。ジュンさんだろ。テンションマックス、テンションマックス。おい、どうした。悪い、遅れた。ジュンさん、対バン頑張ろうぜ。え、聞いたの。ちょ、俺言おうと思ったんだよ。狂っちゃってるからね。やべえ。こいつら最高だから、よろしく。おい、
めっちゃ最高でしたね。なあ、ジュン。はい。もらってんだろ。はい。仕送り。いや、もらってないっすよ。おい。さんすかね。あ？なんて？ガレージハウスやな、また今。はいはい。よいしょ。ああ。スリー。ええやろこれ。なあ、これやったらな。さ、お前なんで立ってんの？あ、俺か。ちょっと。おっしゃ座る。ええやろこれなあ。かっこええがな。うん、ああもうえらい。まあ、どこ住んでんやったっけ。下北っす。ああ、あのおしゃれな街か。どうすかね。おしゃれやんね。おしゃれやろ。めっちゃおしゃれな街やろ。うざかった。うざい。な、え、
臭いよな。あ、痛み止め持ってきたらな。どうしたんですか。あいつらな、いたない。あいつらグローブつけてるから殴れんねん。俺が一番ムカつくこと教えたろうかな。あ、満員電車あるやろ。あれな、ちょっと揺れただけでああって平気で一人寄りかかりよるやろ。あいつら体にな、体にグローブつけとんだからな、人のこと物みたいに簡単に扱うよる。
せよ。お願いします。はい。アイオンスタッチ、あっちゃった。アイオムライスとない。ほら。私オムライス。はい。さっきのチーズ入ってねえじゃねえかよ。言いませんじゃん、何回同じことやってんだよ。大体俺とお前給料同じって意味わかんねえよ。死ね、やめちゃえ、やめろ、死ね、帰れ、邪魔、死ね。よく聞いてください。家主さんの机の上から500円がなくなったみたいです。財布出して。おい、財布出して。早く早く。はい、500円ある人。取ったんだろ。ああ、ないね。取ったんだろ。ああ、ないね。はい、やりました。君犯人。自分のですけど。取ったらダメですよ。取ったんだろ。500円あったらダメなの。取ったんだろ。取ったんだろ。取ったんだろ。じゃあとりあえず謝りに行こっか。取ったんだろ。俺のですよ。一人で行ってくださいよ。取ったんだろ。取ったんだろ。取ったらダメでしょ。俺人の金なんか取らないですよ。家主さんの500円なくなってんだよ。あんたが取ったんでしょ。取ったんだろ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 。消えろゴキブリ。取ったんだろ。取ったんだろ。取ったんだろ。死ね、藤虫。元気？ああ、携帯壊れちゃってさ。食ってる食ってる。京太郎は？ああ、仕事か。うん。おかんさ、まあいいや、またかけるわ。負けるとこだったよ俺。面接の。そうです。あ、どうぞどうぞ。うん。大工の勤務です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、じゃあ履歴書をもらっていいかな。
履歴書。履歴書。はい。そっかそっか。そっか。志望動機、家から近いこと、生活のため。舐めてるね。舐めてるな。あのね、こっちもこう仕事の時間を割いて、あなたと面接しようとしてるんだよ。わかるか？はい。僕らこれで飯食ってんだよ。これで銭稼いでんだよ。なあ。で、そういう格好で、これは履歴書とは呼べないだろう。会社、わかるか？会社は社会なんだよ。それぞれにそれぞれのルールがあるんだよな。その上でみんな頑張って飯食ってんだよ、わかるか？うん。まあ君を見てるとね、到底そのルールの中で生きていけるのかなって思うんだよね。まあ、自分勝手に自分のスタイルを貫くのは悪いこととは言わないけどさ、もしここで働きたいとかね、そういうのがあるんだったら、まずはそれを伝えないと相手に。まあこんな履歴書はどこ行っても宿ってくんないだろうな。ちょっと待ってろ、はい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 、おいおい、おい、何やってんだよ、おいおい、すみません、いいよ、これ待ってるよ、すぐ戻ってくるからな。いや、こう待ってろよ、帰んじゃねえぞお前。いや、thank you.
また海行こうぜ。あれ海じゃないっすよ。次は女とかいいよな。ありがとうっす。まあ、おい、ゲルゲル、おい、ゲルゲル、行くぞ。おい、ジュン、お前普通だよ。特別でもなんでもないからな。自分のことよ、普通だと思うことが、そっからがスタートだからな。なんつって、おい、コーヒー買ってきて。あ、はい。ブラックな。はい。
ちょ、金貸してくんね。マジっすか。お前誰から給料もらってんだよ。ああ、じゃあ行ってくるわ。残業だっつってんだろ。ああ。帰りたくねえんだわ。さっき悪かったな。いや、いいっすよ。なんすか。八つ当たり台だ。あ、なんかうまいもんでも食え。いただきます。これどういうことなの一体。これどういうこと。おかんが俺のことを心配して東京に来た。そして不動産屋に行き、おかんは部屋を借りた。京太郎、うん、お母さん元気だよ。ちょっと今順に変わるから。迎えに来てよ、おかんのこと。東京っていい人多いね。まあ中央の集まりだけどね。
東京ってね、本当に銀座行ったの、東京の東京では東京にまあ住みたいなって思う。だって東京にいるんだもん、仕方ないじゃん。東京楽しいもんだって。東京ってさ、こんなに人がやっぱ、まあそれ知ってるんだけど、電車なんか見てすんごい時間に間違えられる。行ってくるわ。あ、ちょっと待って待って待って。はいはい、これ持ってって。何これ。何かあったら困るでしょ。何にもないよ。大丈夫、行って行って。はあ、早く行って行って。行ってくるわ。気をつけてね。はい、行ってらっしゃい。東京って楽しいわ。住んでみたい。最初からそんだけ楽しい。住もうかな。あ、目が痛い。ジュン、目が痛い。どうした。起き上がれない。足痛い。足痛い。痛い。いいよ。座っといて。こんなとこに置ける普通。おかんはこの坂道が嫌いになり、不動産屋に行った。そして新しい部屋を借りた。怪我が治るまでの間、一切喋らなかった。行ってくるわ。ねえ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 。え？これこれ。はい、これ。ありがとう。行ってくるわ。うん、気をつけて。いや、今日爆発する気するわ。マジっすか。ああ、あ、そうそう、日給500円あげといたから。マジっすか。ああ、ちゃんと働くよ。じゃ行ってくるわ。ありがとうございます。
く起きても。仕事休み。早く仕事休み。何もバカつくは寝とれよ。もうこの日、ひろしさんから100件以上の着信があった。ジェンさんバイト順調っすか？俺バイト辞めちゃったんだよね。マジっすか？なんかきつくて。え、仕送りまた始まったんすか？いや、今おかんと住んでんだよ。マジっすか？マジで？俺今度味噌かつ食いに行っていいっすか？俺も行く。じゃあ味噌かつ食いに行く人は。はーい。はーい。でもきっついよこの年で。いつ帰るんすか？いや帰んねえよ、ずっと住んでんの。だからやばいんだよね。いやぶっちゃけ親の仕送りあってもいいと思いますよこの年で。いいと思う。だって実際おかんも喜んでるでしょ。めっちゃ喜んでる。やるかライブ。ライブはやりまくる。音楽舐めてんだろ。おい、どうしてんの。おい、どうしたんだよ。バイト辞めてから次はバンドだ。おい、ふざけんじゃねえよ。てめえみてえなのはな、カラオケでもやってりゃいいんだよ。おい、どうしたんだよ。俺こんなやつと組まねえからな。クロ、くせえよ。クロ、
なんか。おかんのせい。全部おかんのせい。俺がこうなったんも、おかしくなったんも、大人になれんのも。楽ばっかりする。全部おかんじゃ。そんなこと言われたって。なんで急にそんなこと言い出したの。おかんが来てからおかしなったんよ。な一生恨んでやろうか。なあ。お母さん。やめて、もう大丈夫だから。俺なんかな。やめて、もう。俺なんかもう、一人上の人間じゃないよ。もう、頑張れる。大丈夫、大丈夫。全部おかんのせいにしてしまった。ずっとそうだった。全てをおかんのせいにしてきた。そんな俺はいつもこんなことを考えていた。餌を与え続けられた動物園のライオンは野生で生きていくことはできるのだろうか。そんなことばかり考えるような人間になっていた。何度も何度も繰り返すのはもう嫌だ。俺は絶対に抜け出してやる。そしてこの先にある自分の光を、自分だけの光を見つけてやるんだ。